清畑駅は北海道猿群日高町あざ清柴畑に存在した北海道旅客鉄道日高本線の駅である。電報略号は余波。1978年の清畑駅と周囲約500メートル範囲。右下が静内方面。島式ホーム一面二線を有していたが、この写真の前年に無人化されて駅舎側のレールが剥がされ、 駅裏側のみ仕様となっている。また、駅裏と真駒マよりに、補線用の側線がある。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の所在する地名より、旧駅名の喜びの大前は、アイヌ語の、毛の前に由来し、現在も河川名などに名称が残っている。短式ホーム一面一線を有した、地上駅だった。 ホームは線路の北側に存在した、点鉄機を持たない、防線駅となっていた。また1983年4月時点では、本線の苫小前方から分岐し、構内外側への行き止まりの側線を一線、有していた3月までには撤去された。ホーム前後の線路は点鉄機の名残で湾曲していた。静内駅が管理していた、無人駅だった。駅舎は、 校内の北側に位置し、ホームから少し離れていた。友人駅時代の駅舎は改築され、豊里駅と同型の大型アルミサッシを二面に配置した待合所機能だけの駅舎となっていた。豊里駅舎とは腰壁のパネルの土色が異なっていた。ホームは砂利式となっていた。1日上降人員は以下の通りである。また、JR 北海道によると、 乗車人員平均は以下の通りである。ホームからは太平洋のなだらかな海岸線が望めた。遠くに苫小牧市も見えた。JR 北海道北海道運輸局喜びの前駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。